負け、これでいいんか？細川打てないイコール負けわら。まあ細川が打てなきゃこんなもんよ。しかし接戦はことごとく負けるね。かつ試合は相手が大乱調で自爆しているのを拾うくらい、いい加減監督を2軍に落とした方がええんとちゃうか。ロッテの死んだふり作戦わらわら。負け試合連続で1点差やん。野球下手やね。細川が打てなきゃ負けやね。ほんまに個人軍や。7敗するピッチャーいる？福永にダイソーを出した理由、誰もわからない。そこそこ良いピッチャーが投げると、マジで点入らんからつまらんの横のクソドーム。細川が打てないと無理やな。ビシエドは下蹴りしかできん。昨日、スリーベースで今日もヒット打ってたから、リューク、信じたい気持ちもわからんでもないけど普通の負けが、立浪采配のせいで、後味悪くなるのほんまクソ。男立浪、今日もブライトを塩漬け。大島の肩はやべえな。打つべき手を打って結果、ダメなのは仕方ない。打つべき手を打たないで負けるのは、本当に不満だけが残る。接戦は落として勝つ時だけ、爆打ち典型的な弱いチーム。細川、打たんと点取れないのほんとやめろ。この調子じゃ投手が疲れてきたら、さらに負けまくりそうやな。新戦力はようやっとる。高橋使うな言うとるやろバカじゃねえの。左の強打者ゼロがしんどいな。立浪は、とりあえずバントでチャンス作って、無得点を何度もやらかしたの、忘れたんやろなぁと一本、があってまた言うの見え見え。集まるまでもない見どころのない試合。秘宝、中日ドラゴンズさん、完封負けでもなければ、何か面白い負け方をするわけでもなく、希望の星の石川も消えて、ただ弱いだけのチームになり終わる。